フェルディナント・フォン・リヒト・ホーフェン男爵ンは、ドイツの地理学者、探検家。近代的地形学の分野の創設者とされ、中国の研究を通じて、シルクロードの定義を定めた。リヒト・ホーフェンは、ブレスラウ大学及び、ベルリン大学で学んだ。1856年に学位を授与された後、地質学者として働いた。1856年から1860年に、 かけて南チロルトとトランシルバニアで地質学的調査を行った。そして1868年から1872年にかけて中国の調査を行い、それをシナという著書にまとめる。その際にザイデンシュトラー戦という言葉を初めて用いた。1872年にドイツへ帰国した後、リヒトホーフェンはベルリン地理学会の会長を務めた。 1875年に、ボン大学の地質学教授になり、1883年に、ライプツィヒ大学に地理学教授として移動した。1886年、リヒトホーフェンは、ベルリン大学に招聘された。彼の弟子には、スウェーデンの探検家、スベンヘリンがいる。主なもの。ありがとうございます。